12月31日まで毎日ライブ配信チャレンジ9日目です今日は1日外だったので配信が遅くなりました見てくださりありがとうございますでは5分間お話ししたいと思います今日は実は嬉しいことがまたありましたこの こうグループでねこうなんかこうお互いのシェアとかしていてそれをこうファシリテートしてくださっている先生にあたる方がですね「ともちゃんは相手の相手軸自分軸ではなくて相手軸で物事を考えてその人にとってどうするのがいいのかなどんな声かけをしてあげたら喜ぶかな」 っていうことをすごく見ることができているねって言っていただいたんですよ。普通なんかみんな何かその方がお話をしている何か悩み事を話しているとするそしたら大体の人は自分の方のことで考えてしまう自分のフィルターみたいなものを通してああ自分だったらこう考えるなとかそこで 考えてしまう人が多いんだけれども、ともちゃんは相手軸だねって言っていただいて、あーはるちゃん見てくださりありがとうございます。今はるちゃんに言っていただいた褒めていただいたことがめちゃくちゃ嬉しい！って話を今し始めてました。いやー、なんかめっちゃ嬉しいです。そう。この今見てくださってる。はるちゃんにそう。相手軸で話すことができているね。っていうことを。 言っていただいたただんですねでそれが実はめちゃくちゃ嬉しくてなのでそれを今日はちょっとお話ししたいなと思ってでそれができるようになったのはこのいつもご紹介している薮原秀樹さんの「和文」っていうものなんですけど「話す聞く」っていう漢字を書いて「和文」「話す聞く」のトレーニングなんですけれどもそこは。 その聞くっていうことをトレーニングすするんですねその普通こう聞く時にどうしても自分のこのフィルターで自分の価値観とか思い込みとか持っている前提で話を聞いてしまって素直にその相手の方が伝えてくださっていることとかを受け取ってないし入ってないんですよね。そしたたらら話し手さんの方は聞いいててもらえたっていうき 気,が気がにならなならいんですよなんか受け取っっててもらってないいっていう気分ななんですよねなので聞く側は本当に空になってその、まま、真っ白というか頭が空っぽというかちょっと表現があれですけどそのまんま話しての言ってることをそのまんま聞いてあげるだからそれこそ親子でとかね時もそうなんですよ。 子どもが話すことを親は親の価値観とかこうするのがいいんだとかそういうことはもう全部捨てて子供が今伝えたいこと子どもが感じていることそのまんま受け取る聞くでもちろんそれは子どもも一緒で親の言うことをそのまんま聞くっていう。 このお互いがちゃんと聞けるっていう状態ができると本当に人間関係へスムーズに進んでいけるしお互いが分か,って分かり合えたっていうところに行けるんですよね。でそれを私は半年,1年半年の1年経ちました1年ぐらいトレーニングをしていて今日そのはるちゃんにあのすごい周りのことが聞けていて。 相手の軸で捉えてその人にとって何が一番いいだろうっていう目線で話せているねって言ってもらえたそのね和ンとか知らない方ですはるちゃんはね普通にそういうこととかを知らない方にそんな風になんかこう言ってもらえたことがなんかトレーニングしてきたことの成果が現れてるんだと思ってものすごく嬉しくなりました。 なのでその「聞く」っていうところでこう皆さんにね何か一つでも今持って帰ってもらえたらって思うのは本当に自分のフィルター色眼鏡とかまあ前提とか思い込みとかまあいろんな言い方があると思うんですけれどもそれはこう閉じるというかあの取っ払って本当に空になってただただ。 話しての相手の方が言っていることを聞くそれをそれはあのー、どこでも誰でもできるトレーニングなのでぜひぜひ試してもらいたいなって思いますあのどうしてもやっているうちにこう話,話がねだん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 長くなってくると集中できなくなってくると思うんですでも 1>, 例えば1分間とかだけは本当に相手が言ってることを聞くぞって決めて聞くと聞けたり聞けるようになってくると思います。その時間がちょっとずつ伸びていくと思うのでぜひぜひ本当にこう聞くっていう時に自分を空にして聞くっていうのをやってみてもらえたらなって思います。また明日は その、それができるようになったら、その自己肯定感もね、上がってきたっていうところもお話できたらなと思います。じゃあ、今日は終わります。はるちゃん、最後まで見てくださりありがとうございます。今日ははるちゃんのその言葉のおかげで、私はとっても自己肯定感が上がりました。ありがとうございます。ではでは、また明日おやすみなさーい。